ゾーンマッサージの福田です。これから足裏のマッサージを説明していきます。足裏はまあ反射区とかもありますが、今日やるのは、足裏の機能的に、リラックスさせる、ほぐす、動きを良くすることをこう目的にマッサージを説明していきます。足の裏は、まあ、あのアーチの構造だったり、土踏まずですね、アーチの構造だったり、あとは指の付け根の力の入る部分をよくほぐすことで、こう地面をつかむ力だったり、こう瞬発力ですね、こうパッと動けるようにしたりとかっていうことにもかなり関連は深い場所になります。まあ、普段こう足の裏が痛くなってしまう方も割と大勢いらっしゃると思うんですけど、そういった方も足の裏をほぐすことで改善傾向をしていける場所だったりするので、あのしっかりほぐせるようになりましょう。ではよろしくお願いします。そしたら今度は足裏、まあ、足の周りですね、足全体的に、まあ、足裏中心に説明していきます。まず覚えておいた方がいいのは、足のツボは、足のツボっていう話もあるんですけど、あれはツボというよりは反射区というものなので、一回、まあ、忘れちゃってもいいかもしれないです。こうリラクゼーションとしての足の裏の説明をしていきます。足の裏はまあ指があって、骨自体は結構長いです。中で長いので、そのイメージは持ってた方がいいです。でかかとの骨がでっかい拳のような骨があって、そこから指がビッと入ってるような構造をしてます。で筋肉も無数にあるんですけど、こう筋肉というよりは筋がバーッとあるようなイメージを持っているといいと思います。ではやっていきます。こう指をグッとこう力を入れてもらうと、一番へこむ場所があります。ここはツボなので、ここから押していくことが割と一般的だと思います。で足の裏は結構強い力を出せる場所ですので、こうグッと押すんですけど、普通に押してると力が足りないこともよくあります。なのでこう拳で押したりします。この中指のこう関節のところですね、ここでグッと押すこともあります。でそれでも足りない時もあるので、中指の中に親指を入れて、この力と押す力をどっちも使って押すと、さらに力が入ります。で普段はオイルを使っているので、滑るのでこのまま下に滑っていくようなやり方をすると、やってる方は楽に力が入りやすいはずです。で今動いてますけど、最初説明した場所からかかと、こう筋がありますね、ここにこう沿うような感じ、この辺がゴールと思って押すようにするといいです。でひとしきりやったら、今度は全体的にほぐします。今度はこう指4本指のこの関節で全体でグッと下に向かって押していきます。押すというよりは引っかくような感じの動き方ですね。で足の裏全体的にやっていきます。こっちの手で自分側に少し押しておくと力は入れやすいです。ただ入れるとこうお客さんの足が向こうに行くばっかりで力が逃げちゃうので、押さえてやるようにすると安定します。でさっきと同じ拳でかかとの真ん中です。かかとの真ん中を押します。でさっきの最初のところももう一度押します。で今度は指の方に行きます。指の方は今度こっちの手の親指のここの関節を使います。で親指の付け根だけこうなんていうかボールのような大きいです。あとは4本の指こんな感じです。2区画で考えた時にここの隙間をひとまず押すような感じです。こんな感じですね。で
ボールの部分も押していきます。ここはこう縦にピッピッピッとこう3本ラインで押すようなつもりで押していきます。こういう親指押さえといた方が押しやすいです。こう基本はオイルマッサージだと思うので止まることはあんまりしなくていいと思います。ただ力を常に入れておかないとただ撫でてるだけのような気持ちは良くないです。で指ここへこみがあるのでここちょっとこうなんていうかここも押せます。こういう方向で見えないかこういう方向で押したりもします。こうですね、分かるかな、こうこんな感じです。で指の腹も押すんですけどここは動かすと、まあ、動かしてもいいんですけど今度反対の指の同じ親指で押します。こう返してこうですね、見えるか、こう動いてる感じです。こうで上に逃がすようなオーバーに動くとこう逃げてる感じです。でこれもさっきと同じで3本川の字で押すようなつもりで押して指の腹を真ん中を最後ぐっとつまみギュッとこう握る感じで押します。これをこっちでも同じようにします。最初ここですね、指の腹の部分です。このエリアですね。ここがボールみたいになってるのは筋力が必要だからです。こう指の筋肉でグッとこう指で大地をこうグッと掴んだりするために力が必要なのでここだけ発達してこれが筋肉です。なので疲れやすい場所です。こう今オイルがないので滑らないですけど横に滑るっていうのもやりやすいと思います。でさっき押したここですね、ここも同じようにこうかかとに向かって押す感じ。で親指の時と同じで指を返して指の腹を、でもこっちはもうちっちゃいので的が三本川とかいう場所はもう多分ないのでただつまむだけ、つまむだけ、見えないですね、つまむだけって感じです。で土踏まずですね、土踏まずこうへこんでます。僕から見たら向こう側にこうへこんでいるところです、まあ、アーチっていうんですけどバネですね、体を支えるためのなので普段からこういう動きで疲れてるので、まあ、ここが一番やられてて気持ちがいい場所です。なのでもう一回戻ってきてここをやってあげる。で今度はかかとの脇に行きます。ここですね、まあ反射区で言えば泌尿器とかそういう場所が集まってるんですけどここで押します。あ、大丈夫です。ここで押します。ここに添えてこうですね、ここで今押してます。でかかとをくるぶしを触らない、舐めるようにくるぶしの周りをやるようなつもりで押します。で反対も同じですけど反対の時は手を変えてこっちで同じことですね、まあ、同時にやってもいいです、慣れてれば。で次いきます。で、まあ、このままこう、アキレス腱を沿ってやってもいいんですけど、まあ、足なのでこの足の甲側です。これさっき一番最初説明した通りこう骨が一番分かりやすいです。骨の間に指を入れるような感じで指を入れます。今こう油がないのであれですけど油があればかなり
やりやすいはずです。でもこの辺で骨は感じなくなるので、そのぐらいまででいいです。親指だけは結構溝が深いのでこの辺までいけるけど、骨と骨の間に指を入れて骨を離すようなイメージでやってください。それが終わったら、ここで ここでこう動かしてる感じです。こう全体をこうやる感じですね。で最後、くるぶしの頂点同士を結んだライン上にこうツボがあるので、ここをグッと押します。で OK なんですけど、あとはこう最後ストレッチしてあげた方が、フィニッシュな感じがするので、指の間に自分の指を入れます。これもオイルがあればスッと入るので、これ無理して入れなくていいです。人によっては入らないので、で指を全部ガッと持ちます。持って少しこう相手を反らせるような感じですね。こうするともうこれだけで結構気持ちがいいので、あとは反対の手はかかとを下から押さえて、でこのまま足を回す、で逆回し、で手前にこっちの手だけ手前に引きます。で引くときに指を反らせて、ちょっと引っ張るようにします。自分は今度は逆ですね、向こうに押します。っていうので以上ですね。あとまあこう絞り上げるような感じです。これも気持ちはいいです。こう油があるとこシューッと行くんで、っていう感じでから終わりですっていう具合になりますって感じです。